はい、本日はですね、こちらのダンケル500、ダンケル300の PC バッグを紹介していきたいなというふうに思います。でですね、僕のチャンネルを見ていただいている方っていうのはですね、結構年齢層がまあまあ高めな感じになってて、特に25歳から、55歳ぐらいまでの方っていうのがめちゃくちゃ多いんですね。で、そのうちほとんどがメンズってことになってて、まあメンズの方が多いってことは、おそらくその年代の方って、まあお仕事されてる方が多いんですよね。まあもしかしたら僕みたいにニード系 YouTuber に似てるかもしれないけども、大多数の方がお仕事されてるということになってて、しっかり勤めてはると思うんですけども、まあこんな僕でもですね、たまにその外に出る時とかってやっぱあるんですよね。まあそれこそ最近コロナやからあんまないけど、まあ出かけるってなった時とかに、例えばこういったパソコンとかを持って出歩く時があるんですよ。まあ仕事しやなあかんないことで、まあちょっと格好つけてカフェ行ったりすることもあるんですよね。いやまあ格好つけてカフェでも行こうか言ってる時に、何のカバンで行こうという時があるんですよ。まあ例えばこういったトートバッグでほな行こうかってなったりしたら、トートバッグって PC 用の仕切りが全く長いないので、めちゃくちゃ遊ぶんですよね。ガタ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 。でまあそれちょっと怖いな。っていうことで、まあそれでも一応保護ケース入れたりはしてるんですけど、やっぱ衝撃にはちょっと負けるじゃないですか。傷は使えへんとしても衝撃はやっぱあったりするし、でそれ以外にやったらやっぱ一番無難なところって言ったら、こういったリュックなんかで通勤されてはる方もいらっしゃると思うんですね。こうやって PC ポンって入れて、でそれとかやったら全く持って問題なかったりするんかなというふうには思うんですけど、ただやっぱりパソコンしか入れへん人にとっては容量がでかすぎるんですよね。ああ確かにそうやなってことで、まあ結構それこそ荷物の少ない方とかからしたら、パソコン持つだけのためにこのリュック一時持たなあかんの、ちょっと邪魔くさいなっていう方もいらっしゃると思うんですよ。ほんでそれをですね、韓国のメーカーがアンケートを取ったらしいんですね。どんなビジネス PC バッグやったら満足しますかっていうアンケートを取って、でいろいろな人から答えてもらって作られた結果がこれなんですよ。ってことはこれはもう全ての要望に応えられたバッグっていうことになってて、これはもちろん PC も入るのはもちろんそうなんですけど、それ以外にやったら書類ですよね。こういった書類なんかもパンって入ったりもするし、で中が結構収納が分けられてたりもするので、まあ、その紹介をしていきたいなというふうに思いますので、本日の流れとしてはですね、こちらのカバンの まず外観ですね、こんな感じの外観ですっていう話して、まあ中身もこんな感じですよ言うて、でその次特徴、このカバンがどういったところが今までの不満点をしっかり抑えてるんかっていうところの話をして、でもなんと言いつつ、まあでもやっぱりですね、これデメリットはあるんですよね。なんだかんだ言いながらこれはちょっとでもどうなんかっていうところがあったりして、それをお話しして、最後にはおすすめの人でもこういう人にはめちゃくちゃおすすめですよという感じでお話していきたいなというふうに思いますので、まあ、まずは外観から見てもらいたいなと思います。ではまず開封していくところを見てもらいたいなと思います。ではカバンをですね、これが白のこういった袋が入ってるんですね。でこの袋をさーって外していくと、中からカバンがこんにちはしてくると。でこのこんにちはしてきたカバンがですね、まあビジネスバッグでよく見る感じのカバンの形かなというふうには思うんですけども、これはもう全部ナイロンで作られてて、しかもナイロンやのに最上級のナイロンですよね。それは何っていうと、もちろんコーデュラですよね。僕のチャンネル見てくれてる方は結構素材とか詳しい方多いと思うので、はいはいはい、コーデュラのナイロン使ってるのがそれは丈夫やなっていうことがまず分かってもらえると思うんですが、まあ、そういった外観があって、外側にジップがあるんですね。で外側にジップがあって、これは真ん中で仕切られてるので、例えばここに財布入れたりとか定期入れたりとか、すぐにこう取り出しやすいものを入れたり、社員証を入れたりとかするっていうことになってるのかなと思いますし、次はじゃあメインのところをピュッて開けていくと、ここはですね、意外と収納が分けられてるんですよね。まず手前の方からパッて見ると、このマジックテープを取ってあげると、ピッて開けていくと、ここがPC ケースに当てるんですね。ここの PC ケースに、もちろんパソコンも入るし、あとタブレット、パソコン以外には iPad とかそういうタブレットとかももちろん入ったりはしますので、こちらが一応ダンケル500っていう大きさになってるので、まあ、これに関しては Mac の16インチとかも入ったりするので、16インチのパソコンまでは全然入りますよというような大きさになってて、ちゃんとクッション材もね、あるんですよ。でこれがこの仕切りの部分にもクッション材が入ってあるし、なおかつこの背中というか後ろか背面の部分にもちゃんとクッション材が入っているので、しっかり PC とかタブレットを保護してくれるということで、これ真ん中のとこピュッて上げていくと、真ん中のところにこれ紐入ってますね。でこれは紐後でつけれますので、後でつけますね。でここの真ん中のところにはメインの収納とかを入れていくんですけど、まあ例えばサラリーマンの方とかやったら出張先でのシャツとかをパンって入れちゃってもいいかなと思いますし、着替えとかですね、靴下とかも入れてもいいかなと思いますし、で次にもっと細かいところ見ていくと、こことかはちょっとメモ帳とかを入れたりできて、ボールペンがさせたりするので、まあ、筆箱とか持ち歩かない方とかはここにボールペンピュピュンで2本ぐらい刺してメモ帳ピュンって入れちゃったらいいんかなと思いますので、でもう一個マジックテープがついてるところは、まあ、ここなんかには書類を入れたりもできるということになってるのが、まあ、中身かなと思います。で、背面の方にも実はですね、ジップがあって、これをピュッて開けてあげると、
ここにも、書類とかも入れたりとかできますし、まあ、どっちかっていうと平たいもん入れる感じですよね。だからまあ書類系が多いんかな、まあ、契約書書類とかここなんか入れるんかな、まあ、そんな感じになってるんかなと思います。で、まあ、一応形はそんな感じで、あとはストラップっていうか紐をつけてみましょうか。紐をつけてあげるとこの横側にパチンってつけて、でここにもパチンってつけてあげればこんな感じで肩から下げれるようにもできるし、でこれ外してあげれば手持ちバッグにもなるということになってて、今やったらこれ幕開けで販売してるみたいで、幕開けで購入すると全員にこのカラビナもついてくるらしいんですよね。でカラビナがじゃあどこにつけんのというと、このリュックの前側にパチンってつけたりとかもできるような感じになってますね。でまあこれが外観かなと思います。で次がですね、こちら軽いということになってて、まあ、軽さっていうのがめちゃくちゃ大事になってくるんですけど、特にビジネスバッグはこの中にパソコン入れたりタブレット入れたりするってことでやっぱ重くなるじゃないですか。でもともと革のビジネスバッグ、いかにもこうビジネスマンが持ってるような革のバッグとかになってくると、どうしても重さが出てくるっていうのがそのアンケート取った時に出てきたらしいんですよね。だから まず軽くしようっていうことで生地が全部ナイロン使われてるんですよ。でその生地のナイロンっていうのが最初も言ったようにコーデュラですよね。でコーデュラといえばもうアメリカのナイロンのトップオブトップ、もう僕はもう常々言ってますけど、生地の中で何が一番丈夫って言ったら、麻でもない、コットンでもない、ポリエステルでもない、レーヨンでもない、キュプラでもない、ポリウレタンでもない、じゃあ何なのっていうと、もうナイロンですよ。ナイロンがもう世界で一番すごいちゃんと強い生地ですよ、耐久性がある生地ですよっても言い続けてるんですけど、そのナイロンの中でももう上位クラス のコーデュラっていうナイロンがあるんですよね。でそれがアメリカが作ってる生地なんですけど、それをちゃんと採用してるということになっているので、例えば分かりやすく言ったら防水生地で言ったらゴアテックスですよねと、でフリースで言ったら何ですかね、ポーラテックですよね。じゃショッピングモールといえばどこですか、イオンですよね。たこ焼きといえばどこですか、大阪ですよね。美人が多い県といえばどこですか、秋田県ですよねって、まあそんな感じで何々といえば何々っていうのがあると思うんですけど、ナイロンの中でも特にこのコーデュラを使ってるって丈夫で、まあ、強度があるっていうふうに言われてるんですけど、まあ、だから革じゃなくてナイロンを使ってることで軽さが出てるということになってます。まあ実際ね、物だけ持った時とかそんなめちゃくちゃ重いか軽いかってあんま大事じゃないように気するけども、パソコン入れたりとかいろんなもん入れていくじゃないですか。ほんなら結局重さってめっちゃ大事になってくるし、毎朝出勤するときに重い荷物持ってくるの結構食うじゃないですかってなってきたら、もともとの素材が軽い方が絶対いいに決まってるから、まあ通勤するにもそうやけども、営業とかの人とかって絶対持って歩くから、そうなってくるとこういった軽いのが結構重宝するんじゃないかなということで、重さが一応ですね、何グラムやったかな、 500ml のペットボトルより軽いんですよね。でこの小さい方ダンケル300っていうのがワンサイズちっちゃいんですよ。13インチのパソコンとかが入る方なんですけど、これで 412g で、この上側の、ダンケル500っていうのが16インチまで入るんですね、パソコンが。だからワンサイズちょっと大きいんですけど、これで 487g ということで、じゃあ 500ml のペットボトル軽いですよねっていうことになって、もしかしてこの 500ml 軽いっていうのが、え 500ml ってそもそも何グラムっていう方がいらっしゃったら、それちょっと怖いので、それじゃあ僕もお話できませんし、その場合はですね、一回この動画をそっと閉じてもらって、 500ml は何グラムかっていうのをちょっと一度見てもらった方がいいと思いますので、これじゃあちょっと僕は言及せずに次に行きたいなと思います。で次の特徴がですね、耐久性耐水性があるということになってて、まあ、あくまで耐水になってるんですけど、完全の雨とかは全然無理なんですが、多少の水とかはしっかり弾いてくれるっていうことになってて、もちろんパソコンとかタブレットが入ってたりするっていうことなんで、どうしてもこう濡れちゃったりとかするとどうかなっていうところもあったりすると思うんですが、それは撥水の加工っていうのをコーティングをかけられてるんですけど、そのコーティングが2層になってかかってるんですね。だから余計取れづらいようなコーティングがされてると。でそれ以外にやったら耐久性があるっていうのは、さっき言ったみたいにナイロン、世界一丈夫なナイロンを使って、なおかつその中でもコーデュラを使ってるから、もう丈夫さはもう間違いない。これは僕が言うことでも何でもなくても、誰が見ても分かるということになってるので、軽くて耐久性がある、なんでなんて言われたらナイロンやから、なんで佐々木の飲み会員秋田やから、なんで断蜜って綺麗な秋田やから、じゃあうちの綺麗な嫁はどこなん、秋田ではないんですよね、それは秋田じゃないんかいということで、まあ、またそれはいずれ言うとして、まあ、それぐらい何々では何々でそのコーデュラを使ってるということで、もう僕はそれじゃ言いませんということになってて、まあ要は耐久性があってちゃんと水も弾いてくれますよということになってます。そして次の特徴がですね、まあこれはまあ生地も言ったし軽さも言ったもそうなんですけども、ちゃんと保証がついてるんですよね。これ何の保証がついてるかというと、無償で1年間直しますよっていう保証がついてるので、もし仮に届いたりとかして、あちょっとなんかほつれたあるやんとかってなったりしたら、ちゃんと連絡取って修理代を出せば無料で0円でちゃんと戻ってくる、綺麗になって戻ってくるということになってるので、まあこういったまあある程度ちゃんと質がしっかりしてるから、こういうなんていうんですか、無料対象みたいなのがあると思うんですけど、まあ、そういった対応が行われているということになっているようです。ではですね、次はこちらデメリットいきたいなと思うんですが、こちら500も300ちっちゃい方も両方とも提供いただいてご紹介しているということになっているんですけども、もちろんそれでももちろんデメリットありますので、それはご紹介していこうかなと思うんですが、じゃあそれが何なのとなってくるとですね、まず一つが防水ではないっていうところなんですよね。やっぱりカバン系で防水
のやつってめっちゃくちゃ少ないと思うんですよ。ほぼほぼなくて、僕も持ってるカバン結構あるんですけど、防水のあんまないんですよね。まあだからこれに関しても防水ではない。それこそ大雨が降ったりとかした時とかは浸水する恐れとかもあるので、まあ撥水してるからパソコンとか入れてても全然安心やんっていうわけじゃなくて、やっぱ濡れやんようには極力意識した方がいいと思うので、まあその辺はこのカバンやからっていうよりかは、まあどんなカバンでも結構まあほとんど防水じゃないので、雨とか降ってきた際はちょっと気をつけて、電子機器とか入れてる際にはもう特に気をつけた方がいいとは思うんですけど、まあその辺が一つデメリットかなと思いますし、その次にはですね、これは一応洗濯はできないんですよね。まあ、なんで洗濯できひんのっていうと、洗濯機でこれ回してしまうともうとんでもない形になるじゃないですか。しっかり形、これ今綺麗に立ってる状態ぐらい形がしっかりしてるんですよ。だからパソコンもしっかり守ってくれるし、タブレットも守ってくれるけども、洗濯機でぐるぐる回してぐちゃぐちゃになる可能性があるかどうか知らんけども、まあ、とにかく洗濯はできませんというふうにおっしゃってあったんで、まあ、その辺の手入れとかはちょっと汚れたりしたらこう拭いてあげたりとかする必要があるということなんで、まあ、この辺もまあこういった普通のカバンとまあ一緒なんですけど、まあ、汚れたらちょっとこう拭いてあげたりとかする必要はあるかなと思います。で、次のデメリットがですね、この500にしても300にしても両方そうなんですけど、やっぱり荷物がめちゃくちゃある人とかからしたらこれじゃ物足りないと思うんですよね。それこそこういったリュックとかを持ってはった方が荷物の量ってめちゃくちゃ入れれると思うんですけど、そもそもこのカバン自体が車で例えるとコンパクト SUV みたいな感じで出してるらしいんですよ。で、考えたら、まあ、そもそも SUV やけどちょっとちっちゃめに作ってんねんなと。ほんなじゃあこれに関してはもう完全なる SUV ですよねと、まあ分かりやすく言ったらランクルですよね。こっちに関してはまあトヨタでいうところの CHR ぐらいな感覚ですよねと、まあラブ4とか、まあ、その辺の感覚ですよねっていうところで、荷物をめちゃくちゃ入れ張る方からしたらもう明らかにこう容量は足りひんやろなというふうには思うので、まあ、その辺はデメリットかなと思うんですが、じゃあ次におすすめの人がどういった方がおすすめなのかというと、やっぱり PC とかタブレットを安心に持ち歩きたい方なんかはまあ間違いなくおすすめやなと思いますし、それ以外にやったらこれ実はですね、この底の部分っていうのをですねジッポ開けてあげると荷物の量というのが増えるんですよね。で、これだけ増えるってことになってるので、例えば行き品は荷物こんだけでよかったけども、帰りになった時になんかその出張先のところから手土産もらったりとかしたら、ちょっと荷物の量をちょっと拡大してあげて入れちゃうみたいなこともできるし、それ以外にやったらこの中にエコバッグ入れといてあげて、帰りにスーパーで買い物して持って帰るみたいな感じの使い方もできたりするので、よりビジネスマンなんかが日常的に使えるように設計されてるっていうところを考えると、やっぱり PC とかタブレットを持ち歩いてはる、まあ、ビジネスマンとかにはまあおすすめになってくるかなと思いますし、それ以外にやったらメーカーの方からしたら一応その仕事だけじゃなくてプライベートでも持てるようにっていうことで紐とかもついてるらしいので、まあ、こんな感じでカフェとか行く前とかはここにパソコンとか入れたりして、まあ、カフェピュって行ってここから出して仕事しようかなみたいな、でこれ下敷きにして仕事カチカチしちゃおうみたいな感じで使えるというところがおすすめの人かなと思います。はい、ということでこちらダンケル500とダンケル300っていうのを紹介はしてきたんですけども、最初の目も言った通り幕開けっていうクラウドファンディングで今ここで販売されてるらしいんですよね。で、幕開けで購入された方にはこのカラビナが全員についてくるっていうことみたいですし、それ以外にやったらこれ自体が先着何名かの方にやったら30%オフとか確かそれぐらいの値段で定価よりもちょっと安く買えるみたいなんで、まあそれは動画説明欄のリンク貼ってますのでそちらから見ていただければいいかなと思うんですけども、ちょっと今までの PC バッグとか、まあ、タブレットとか持つのにはちょっと納得いってなかったなっていう方なんかは、まあ一つ今後のカバン選び の参考になるかなと思いますし、まあそれ以外にやったら普段はこれ使ってるけども、例えば出張行く時なんかはこれをもうパソコンスリーブにしちゃって、この中にこのカバンの中にパソコンをこうやって入れちゃうみたいな使い方もできたりするので、まあ、そんな感じで使えるっていうのがこちらの PC バッグということになっております。はい、ということになってますので、本日はですねこちらダンケル500と、ダンケル300の紹介をしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。